さあ、それでは使役構文の登場です。使役構文と呼ばれるのは、何々させるといった日本語訳に対応するからで、特に難しい形ではありません。これは基本的には目的語説明型の文なんだということ、しっかりと頭の中に入れておきましょう。まずは make という動詞を使った、使役構文ですね。英文からいきます。 The movie made me cry。 その映画を見て私は泣いてしまったと訳されていますが、原文そのままの直訳は、その映画は私を泣かせたというわけです。これが目的語説明型というのは、 me と cry の間に主語動詞私が泣く、あるいは me イコール cry、 その関係が成り立っていることからもお分かりいただけると思います。 make はもちろん力をぐっと入れて作るという動詞なので、 me が cry するという状況を make すると、そうした意味になっているわけです。make がこの使役構文で使われる場合には、非常に大きな力、強制力がかかる、有無を言わせず何々させるというニュアンスになるので注意してみてください。